こんにちは、ホタルです。今回はですね、質問でたまに来るんですけど、足軽の教えとかですね、まあ質問でよく来るのは鉄砲の教えか、と、統率の鍛錬とかですね、はどっちをつけた方がいいのかっていうやつについてのちょっと検証をやっていきたいと思います。まああと、絡めて家電とかがよく聞かれるんですけど、まあそちらの方の回答も、ここの動画でやっていこうかと思います。で、ですね、ちょっと家電系に関しては、どの家電をつけるかによって、ステータス上がるところが違うので、まあ、大体の傾向とかっていう形で、お答えすることになる、なります。で、統率とか足軽の教えとか、教え系ですね。とかの方は、ちょっと実際に検証してきましたんで、そちらの画像を上げながら説明していこうかと思います。で、まず最初にですね、教えっていうのがどういうのかっていうのの、復習からしていきましょうか。まあ、習得した武将の、その足軽とか鉄砲とかの兵科適性を引き上げる、秘伝ですね。で、条件とかはないので、もうつけるだけでいいっていうやつで、かなり便利です。で、適性は A まで上げてくれます。レベル5でですね。レベル1から4までは B なんですけど、レベル5だと A にできます。で、もう一つ、統率が、プラス15、プラス30、プラス45、プラス60っていう感じで、レベル5だと、プラス60。で、兵科適性を A にしてくれます。はい。で、もう一つですね、統率の鍛錬の方なんですけど、こちらも条件なしで、統率、武将の統率を上げてくれるやつですね。40、80、120、160、200という感じで、最大統率プラス200になりますね。これも、統率が上がってくれるので、攻撃と防御の伸びがかなり大きくなりますね。そしてですね、もう一個は、家電系ですね。家電系なんですけど、こちらの方は、まあ大体武田家とか、上杉家とか、織田家とか、そういう縁起を持ってる武将が、繋がった配置の武将と同じ縁起が合計2以上っていうことで、ちょっとこっちは条件があるんですけど、伸ばしてくれるのが、まあ、ステータス系ですね。攻撃とか、知略とか、機動とか、防御とか、武勇とか。まあ、そっち系で、まあ、家電によって伸びるステータスが違うので、こちらのチェックは、ちゃんとしておいた方がいいとは思います。はい、それではですね、実際に、編成組んで、まあ、検証編成ですけどね、組んで、比べてきたので、そちらの方を見ていきたいと思います。まあ、秘伝を入れ替える武将はですね、島津義久の、あれですね、目安箱の神仏の方で課金したらもらえる武将なんですけど、そっちの方が、足軽の適性が B だったので、元がですね、こちらでやっていこうかと思ってます。で、質問では鉄砲の適性を A に上げてした方がいいですかとかいう質問が、まあ、ほとんどだったんですけど、鉄砲の教えは私もまだ、不足というか、まあ、十分に足りてないし余ってないので、ちょっと足軽の方で検証をさせてください。で、まあ、武将はこういうふうに、他の武将は S 適性、足軽 S 適性の武将だけを装備して、編成してます。で、まあ、それぞれ、秘伝とかつけてますけど、まあ、他には、影響ないというか、やつをつけてますね。で、装備はみんなフル装備にしてます。そして、まあ、能力確認の方で、武将レベルと小生と、連達、兵科レベルはすべてマックスの時の値を出してます。そんな感じですかね。この条件で、全部やってきて、素の状態、鍛錬をつけた状態、教えをつけた状態、で、それぞれ大将の時、島津義久ですね。
大将の時、副将の時、与力の時のそれぞれを、比較してきました。はい。で、まず、この今映ってる画面がですね、筒の状態で大将の時ですね。が、261,111 っていうことで。まあ、これがまず基準になりますね。で、素の状態から、まあ、副将に変えたとき、そして、与力にしたときっていう感じがこちらになりますね。こちらが副将のとき。314,741 ですね。で、与力のときは328,000飛んで69ですね。まあ、こんな感じに、大将が強い方が戦力が上がるんで、まあ、ヨシヒサを下にするたん、すればするほど、戦力は上がってる感じにはなりますけどね。で、次ですね、鍛錬の、統率の鍛錬をヨシヒサにつけた時の大将の配置ですね。274,411。で、次、こちらが、副将の時。316,934。で、最後は与力の時ですね。328,769ですね。後ほど、数字の比較っていうのは別でしますので、まずは画像だけご紹介していきます。はい。で、最後が、足柄の教えによって、ヨシヒサの足柄適性を A にしたときですね。大将が、のときが、293,895。次、副将が、332,355。最後、与力が、34万飛んで、808になりますね。はい。で、まあ、数字を全部まとめたものがこちらになります。まあ、その状態と鍛錬と教えで、ちょっと色を分けて見やすくしてます。で、まあ、大将の時をまずやっていきますけど、大将の時で、その状態から鍛錬をつけて統率をプラス200してあげたら、どんだけ上がるのか、足柄の適性を A にしてあげたらどんだけ上がるのかっていうのの、結果がこちらになります。素の状態から鍛錬をつけると約13,000ほど上がってますね。それに比べて、素の状態から教えをつけて足柄適性を A にしてあげると、32,000ほど上がってますね。はい。もう、この結果がもうほぼ言いたいことのすべてにはなるんですけど、素の状態から大将の適性が B だったときは、統率をプラス200してあげるより、適性を A にしてあげた方が全然、戦力伸びます。で、またですね、副将の時がこんな感じになるんですけど、その状態から鍛錬をつけると、まあ、2000ちょっとですかね。2000ちょっと上がりますね。で、教えをつけてあげると、まあ、2万弱ぐらいですかね。2万届かないぐらい上がりますね。はい。で、最後に、与力の時ですね。与力の時が、その状態から鍛錬つけると、まあ、ほとんど変わんないですね。700ぐらい上がります。で、教えをつけると、12,000ぐらい上がります。はい。という結果になりましたね。はい。で、今回の検証結果っていうのは、ヨシヒサが、適性が元が B で、それを A に上げたやつの比較ですので、もし適性が C の武将だった場合は、この、
幅じゃないくらい、もっと差が出ます。鍛錬つけても、そんなに、もっとそんなに上がんないのに比べて、教えをつけると、もっと上がります。ということですので、まあ、結果としてはですね、大将に置くとき、副将に置くときっていうのは、もう完全に、教えをつけて適性を A に上げて、上げるのが、おすすめです。っていうか、理想です。で、まあ、なんなら、与力も、教えをつけてあげて、適性を A にしてあげると、満単位で変わってくるので、そっちの方がおすすめなんですけど、やっぱり鉄砲の教えとかは特にまだ、余ってる人っていうのは少ないと思うので、そちらまで手が回らない人がほとんどだと思います。なので、大将と副将は、教えによって適性は A にしてあげる。で、与力の方は、もう、鍛錬つけても、ほとんど変わんないんで、与力の方は、もう家電つけてあげるっていうのが、やっぱ、いいと思いますね。まあ、理想としては、与力でも、教えをつけてあげた方がいいんですけど、まあ、あと、家電と、教え、与力だとどっちがいいかっていう話になってくると、その、家電によってどのステータスが伸びるかっていうのがありますんで、まあ、そこの、トレードオフになってくるかなと思います。イランステータス伸ばしてもしょうがないしっていうのがありますからね。で、あとは、家電の方はですね、舞台のステータスに対して何パーセントアップ、だいたい 5% ですけど、5% アップとかなので、ちょっと計算はしやすいと思うので、そちらの方で、各自、各部隊で比較してもらえればなと思います。まあ、なので、万人というか大部分の人にお勧めできるのは、大将と副将は教えによって適性を上げる。で、まあ、与力の方は家電つけて、まあ、ステータスの底上げをしてあげる。っていうのがいいと思います。で、まあ、C 適性はもうどこの位置であっても教えで A に上げてあげる方がいいんですけど、まあ、B 適性の与力とかだったら、もう家電つけてあげるとか、まあ、他の秘伝ですね、つけてあげて、補ってあげるっていうのもいいと思います。教えの量が足りない場合はとかですね、特に。最後にですけど、もう一つおすすめの、これ系の、秘伝がありまして、それが増員関係ですね。鉄砲の増員とか、足軽の増員とか、そっち系ですね。なかなか秘伝にまで変換するのは、もうちょい先になる人が多いとは思いますが、まあ、これ系を装備するとですね、レベル1で部隊の兵力プラス 2% で、レベル5まですると兵力はプラス 10% になりますので、この、秘伝もかなりおすすめです。で、条件としては、各種兵科の副将に配置することが条件ですので、ですね、まあ、副将に置く武将で、まあ、例えば、鉄砲適性が A とか S の武将とかに、を副将に配置するときに、こちらをつけるのもおすすめです。まあ、もちろんですね、その武将の、先方にあった、秘伝がドンピシャで、あるとき、レベル5にできるときとかいうのは、そっち優先でもいいですけど、まあでも戦力伸ばすと、かなり兵力伸ばすとかなり戦力伸びますんで、まあ全然こっちも選択肢に入ってくるかなと思います。兵力 10% 伸びますんでね、かなり大きいと思います。で、私の場合は、現在鉄砲編、特化編成の部隊使ってるんですけど、斎藤道さんを副将で使ってますんで、鉄砲適性 A ですんで、で、まあ、銅さんの方の、小生ランクもマックスになってないし、秘伝の方も、全然溜まってないので、っていうのもあって、現在、鉄砲の増員をレベル5で、つけて副将に置いてます。こんな感じですね。まあ、常久の下で使ってるんですけど、まあ、これで、まあ、結構兵力が伸びましたね。ここが、この部隊が結構S 適性がいないので、まあ、こことかも、秘伝で A に上げてますし、っていうのもあって。で、まあ、他の、
まあ、あの、常久もですけどね。まあ、他の、道さんとか、あ、道さんじゃない、道節とか、久秀とかも、鉄砲できて A ですんで、まあ、結構、あの、兵力が、あんま伸びてなかったんですよね。っていうのが、まあ、比べると分かりそうなのはこっちかな。鉄の部編成ですね。鉄の部編成が、まあ、S の武将が5人入れてて、まあ、A と C で、市長があの、小生楽足りてないですけど、まあ、っていうので、もう、あの、増員とかつけてなくても、11,500とかあったんですけど、まあ、あの、常下の部隊ですね。は、もうちょっと低かったんですけど、まあ、10% 伸びてこれなんで、まあ、そうですね、1万と、ちょっとだけ、兵力があったんですけど、10% 増員することで、兵力がもう鉄の部の部隊と同じぐらいにまで伸びます。それによって戦力もまた結構同じぐらいまでいってますね。なので、あの、鉄砲の増員とか、足柄の増員とかですね、増員関係を、あの、適性が高い副将、A とか S の副将につけてあげるのもおすすめしてます。はい、本日は以上になります。まあ、結構前にコメントが来てたやつで、もうちょっと動画にしますね、質問ちょこちょこ来るんでっていうふうに答えてたんですけど、まあ、ちょっとコロナとかにかかっちゃったのもあって、かなり、あの、動画を出すのが遅れてしまい、申し訳ありませんでした。はい。これからもこういう感じのですね、検証動画とかっていうのが、上げていけたらなと思いますので、まあ、気になってることとか、なんかこれ検証してもらえませんかみたいなことがあれば、どしどしコメントいただければ、まあ、あの、可能な範囲ですけどね、ちょっとあの、さっきも、最初にも言ったように、あの、鉄砲の教えとかの数が足りないとかいうのが私も現状ありますので、あの、まあ、今回は足軽の教えで代用しましたけど、こういう形で可能な範囲でちょっとあの答えていければなと思ってます。本日はここまでになります。ありがとうございました。